はい、皆さんおはようございます。時刻は、9時30分を回りました。今週もパーソナリティ土井秀人がお届けしましょうね。はい、嘘のような本当の話のお時間でございます。ねえ、どうでしょうどうでしょう、皆さん元気でやっていますか？今週も驚くようなお話出てきそうでワクワクしていますが、東京からドクター水素ボトルの、ボトルって言えてましたかね今ね、はい、北条雅弘さんをお迎えしています。おはようございます。はい、そんなわけでね、今週も嘘のような本当の話ね。皆さん、あのドクター水素ボトルってよくこの番組出てくるけどな、もうぜひね、番組宛てにお便りやお電話もうくださいませね。はい、全然これなんねっていうのはね、ウェルカムウェルカムですからね。はい、そんなわけでラジオ放送は、YouTube、ね、チャンネル登録でアーカイブがもちろん見れます。はい、あとは、ホームページからとかね、アプリリスラジマイチューナレディオダウンロードで普通に、ラジオ放送を楽しんでいただけます。というわけでね、今週も、スペシャルゲストをお迎えしてお届けしたいと思いますが、なんとあの中尾君之さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんとって知りませんよね。はい、初めましてです。私もね、今日初めましてね。なんとこういう振りから入れてしまったんですが、元気よくね。はい、中尾さんは、東京都から。そうです、はい、はい、東京からやってまいりました。新宿ですか、高円寺ですか？高円寺で、北条さんの近所に住んでおります。本当ですか？それ、たまたまなんですか？たまたま、たまたま、マジですか？たまたま近所。いや、突っ込んでみるもんですね。高円寺でも浴びるほど飲んでたもんですから。あ、そうですか。まさかの高円寺、高円寺の民会ですね。はい、お祭りはやってます？今年復活です。はい、阿波踊り、そうそう、高円寺阿波踊りね、はい、あそこ埋め尽くしてね、はい、本当に本当にビールこもって酔いながらこう当たってこぼされちゃったり、なんか懐かしいですよ。何言ってんでしょうね。はい、そんなわけで中尾君之さん、今日はわざわざねこの宜野湾市のスタジオまでなんですが、沖縄は何度かあですか？沖縄ほぼ家族旅行で毎年のように楽しませてもらってまして。あ、そうなんですね。本当に大好きで。どの沖縄に住みたいぐらいですね。あ、そうなんですね。ね、大野さんもそろそろ家の、ね、東京の家賃がなんつったんです。ね、東京3日ぐらいしか住んでないんで。沖縄を拠点にね、全国を仕事にしようかぐらいに、ね、はい。六甲さんはどのあたりに行かれるんですか？沖縄は主に恩納村の方が多いですかね。あ、まあ、子供がまだ、海で楽しみたいということがあるので。はい、いいですね、はい、海とプール、夏真っ盛りのね。はい、その中尾さんが今回お仕事で、ね、はい、お越しいただいてっていうことなんですが、まあズバリね、このドクター水素ボトル、北条さんとどっちが先かってあるんでしょうけど、同時ですかね。出会いは、いや、北条さんからご紹介いただいたのが最初なんですけど、もともとのきっかけがちょっとありまして、水素に関してはこの水素ボトルが私は初めてではなかったんですね。というのは、今から6年ぐらい前に、同い年の私の友達が、余命2ヶ月というとても厳しい状態の、末期な状態だったんですね。で、そういう時ってもう病院はもう他に移ってくださいという話になっちゃうんですね。もうここでやることは何もありませんということになったんで、まあ本人は動けないしどうしようもないんですけど、まあ、我々友達みんなで、まあ、なんか手立てはないだろうかと、もうほぼ、当たりまして、で東京の大きな病院からある一軒の九州の方の小さな病院を紹介されたんですね。そこの先生が、いや、こういう症状でももしかしたらということがあるよと言って、転院しまして、で余命2ヶ月と言われた人がですね、その2ヶ月後にはもう普通に遊べるぐらい元気になったんですね。それはちなみに、差し支えなければで、結構どんなご病気名だったんですか？ですね、肝臓ですね、主に胆管から肝臓、そして全身という状態だったんですが、その病院に行って、まあいくつかこう治療法がある中の一つが水素だったんですね。でその時初めて私は水素のことに出会って、あ、こういう治療法があるんだと、
いうのを知りました。ただそこの先生とかその水素の機械の話をもうものすごい興味を持って私も聞きましたら、まあ、まず300万ぐらいする、非常に高いものであると、でメカニズムとか何がどう効いてるのかとかそんなに詳しく説明が、なくて、とにかく水素は体にいいというお話だったんですね。でこういう症例も出ていると。で具体的にそれが何でそうなったのかというお話よりも、まあ効果があるからやってるというようなご説明だったんで、ああそうなんだなと。で私も統合医療にちょっと関わっている、長年関わってきていましたので、この水素をそういうふうに改善するんだったら何か取り入れたいなっていう気持ちがあったので、だいぶこう突っ込んで聞いてったんですね。で友達も元気になっていってるし、これはいいものかなと思ったんですけど、まあ、例えばその水素濃度、これもあの 67% だというふうに説明を受けたんですね。でも私はその 67% っていうのはその何の機械で測ったんですかってこう聞くと、うんうん、いや何の機械かよく分かんないんですってこんなふうに言われたりとか実際にちょっとやってごらんって私やってみたら、鼻からこうスー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 こうシューッと入ってくるんですね。ほう。で水素って地球上で一番ちっちゃなあの、まあ、物質であるわけで、こういうふうに感じるってことはあるんですかって質問しましたら、ええ、もううちの水素は濃いので鼻からシューシュー入ってくるのを感じるんですよって言うんですよ。そうなのかなとかね、まあ、疑問がいくつかあったんですが、それ何年ぐらい前ですか？6年ぐらい前ですね。ただ当時ですね、私が、腱板断裂って言いまして、右肩を、故障しまして、7本あるうちの腱板の一つがもうボロ雑巾のように切れてしまって、とてつもない痛みで、服も一人で着れないし、夜寝てても寝返り打ったらもう目が覚めちゃうぐらい痛かったんですね。じゃあこの水素やってみようかなと思ったんですよ。でも300万を買うというのはこうなかなかハードルが高くて、九州まで行くたびに吸ったり、まあほんの1週間に1回、10日に1回みたいなペースで吸ってるぐらいですから、なんかこう治っていってる自覚症状が全くなかったんですね。で話少し変わるんですけど、そんな時に東京である仕事仲間と打ち合わせがあって、いつも打ち合わせに遅れるか来ないかっていう人がいるんです。この人は透析をしていて、透析のある日あるいは透析の次の日はスケジュールがいつもあのリスケしちゃうようなね、体調があまり良くない人がほぼほぼスケジュール通りに来るようにまずなって、顔色が良くて、何やってるんですかと私聞いたんですね。そしたらカバンからこれだよって出されたのが水素ボトルでしたね。でえっと思って、で私が病院で見ている、なんて言ったんですかね、はい、冷蔵庫のような、冷蔵庫のちょっとちっちゃい冷蔵庫のね、あのイメージがずっと水素で300万って聞いてたイメージと、カバンからひょいと出してテーブルの上に乗せてね、でこれいくらですかって聞いたら、当時は、18万4800円ぐらいでしたね、はい、もう丸が全然違うわけで、 おもちゃじゃないかなと。もう一回聞いていいですかみたいなね、お値段ね、でも最初からもうこれは違うなと思ったんですね。でも何回か彼に会っていくうちに本当に元気になってるんですよ。で聞いたら糖尿血糖何でしたっけ、透析をしてる間4時間とか5時間とか、うんうんうん、ずっと水素吸いながら透析をしてるらしいんですよ。そしたらその終わった後に本当に昔はヘロヘロだったのが、うん、もう全然元気に動けると。ちなみにその方は大体おいくつぐらいの男性ですか？当時、50後半ぐらいの方でしたね。で体重が140キロぐらいだったんですよ。またなんとなくね、私今、お話を聞いて、はい、なんとなくこう大きいイメージがしてたんですよ。もうずっと汗をかいてるような、ね、夫婦言いながら歩いてくるようなね、あの方だったんですけど、だんだんそれがこう絞れてきて色艶も良くて、でこうある日やってみるって言って、こう自分が吸ってるこのカニューラっていうチューブを鼻から出して、私の鼻にやってみるって言ったんですよ。
もうさすがにその人が使ったのをこう使うの、いやちょっとってそれはちょっとって言ったら、でも吸ってみたいでしょ、肩痛いんでしょって言われて、はい痛いですと。したら今日たまたま北条さん来るから話聞いてみるって言われて、北条さんにお会いしたのがその時初めてだったんですね。その来るからっていうのはどこだったんですか。まあね、あのセミナーをその会場がすぐ近くでやっていたんですね。新橋で月1回やっていたりするんですよ。かれこれその説明会もう80回ぐらいですかね、させていただいてるんですけど、その場に来られた。なるほど、はい、またすごい出会いですね。で私はその先生から聞いていた300万の水素のいろんなことがありますので、北条さんに質問をいくつか投げるわけですね。67万 ppm って言われてるんですけど、ああそれ違いますよと、もう即答ですね。それ理論値だと思いますよとかね、で水素は感じることありませんよとか、ちょっと吸ってみますかと言って、で吸ってみたんですよ。で吸うだけじゃなくて私の血流を見た方がいいですよ、自分で確認してくださいって言われたら、もう吸った瞬間に血流が動くのが分かる。まあ、というか答えが全部そうですね、あって、しかもその何の機械で測っ数値を測ってるか、ガスクロマトログラフっていうを使っていると、これは警察の鑑識で使うようなガス専門の機械、いくら1000万ぐらいでしたっけ、400万円です、ね、あそのぐらいですか。その機械で測って、ちゃんとその測った場所も自社とかじゃなくて第三者機関でちゃんと専門家に測ってもらって、これだけの数値が出ていますよという説明などなどを聞いて、で実際に自分のその血流も見て、これは本物だと、もう今までおもちゃと思っててごめんなさいという感じで、もうその日のうちに私はもう買って帰って、というか肩が良くなりたい、手術をしないと治らないと言われていたんですね。でも手術をする時間もなかったので、もうこれにかけてみようと思いまして、毎日もうとにかく暇さえあれば鼻にチューブを入れてずっと吸い続けて、1ヶ月ぐらいですかね、痛みがほとんど取れて、もうあれから5、6年経ちましたけど、もう今なんともない状態なんですけど、まあ、それが最初の水素の出会いでしたね。なるほど、まだまだちょっとニョキニョキと出てきそうな感じではある中ですが、一旦ねコマーシャルいきましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話、お届けしておりますけども、チャーガン中沖縄の皆さんお元気でしょうか、今週もね、ドクター水素ボトルの北条政宏さんと、ね、同じくドクター水素ボトル大好き中尾君則さんお迎えしておりますけれども、大好きっていうかもう仕事になっちゃってますけど、どうでしょうね、なかなかでもね良い話というか、そうですね、まあ自分の体験がやっぱりねあるというのは強いもので、やっぱり困ってる人、たくさんの人に紹介したいなと思ってやってきまして、まあ、今ではそうですね、オリンピック選手からプロ野球選手、それから、まあ、さっき申し上げた統合医療に関わっておりますので、うん、その統合医療系、まあ、医療系の皆さんにも幅広く使っていただいておりまして、うん、まあ、今回も沖縄に実は、内科医の中島先生と一緒に、うん、統合医療一緒にやっている、まあ、仲間ではあるんですけれども、水素の素晴らしさをどんどん伝えていこうということで活動しております。なるほど、その、ね、もちろん水素が、ね、緊急医療にとか、ね、なんですか、取り入れが、ね、もう受け入れが始まっていてって、説明会でも、ね、あると思うんですけど、具体的にその、まあ、何でしょう、お医者さんでも使ってらっしゃる方多いんですか。やっぱり私はもう100人以上、ね、買っていただいてるんで、まあ、中島先生ももちろん使っていただいてもらってますしね。ですから、まあ、それこそ何て言うかな、国で定められたようなその点数がつく医療だと水素はね使っても報酬、診療報酬にはならないんですけどね。でもまあその統合医療みたいな形でこういろいろ
やっていただく先生についてはいいじゃん、いいものを使おうよっていうこんな感じです。ドクターも十分分かってらっしゃるんですよね、この水素の。そうですね、今お話している統合医療について少しじゃあお話をしたいんですけど、まあ、統合医療とは何かっていうと、まあ、厚労省のホームページとかにもちゃんと定義は載っているんですけど、まあ、我々が知っている病院の診療医療というのは西洋医療が主ですよね、まあ、いわゆる保険が効くという、まあ、これ以外にもそれを補完する医療だったり、それに代わる医療、まあ、代替医療というふうにも言うんですけども、うん、まあ、簡単に言えば東洋医療とかもありますよね、そういったものを統合する医療といいまして、全てを、人が良くなるための医療という考え方の位置づけに今なってきているんですね。というのは、例えばじゃあ胃潰瘍の、患者さんがいらっしゃると、先生胃に穴が開いてしまいましたという胃潰瘍ですよね、じゃあお薬を出します、お大事にという今までの診療から、うん、じゃあ胃潰瘍になったのは何でしょうねというと、まあ、じゃあストレスですねと、会社のこと、人間関係のこと、まあ、そういうことですねと、じゃあこのストレスはじゃあどうやって軽減したらいいかということまで突っ込んで、あるいは食生活だったりとか、その人の生活習慣だったりとか、総合的にやっぱり見ていかないと、お薬を出しただけではなかなか良くならないよねと、要するに原因はどこにあるのかというところまでやはりこう掘り下げていく。よく具合悪くなると病院に行ってるんだけど良くならないと、そうすると友達がね、このサプリがいいんじゃないか、この漢方がいいんじゃないかということを独自でこうされる。そうするとお医者さんが出している薬以外のものを取りすぎて結局効かなくなっていくというかですね、でそこを医者に相談しても、サプリのことまで分かりませんっていうようなことになってしまわないように、お医者さん自身がサプリのことも漢方のこともあるいはそれ以外の今言った保管医療の時のことも、まあ、学ぶ時代だと、これが厚労省が、1年ぐらい前から、認可をしてくださって、統合医療大学院講座というのが正式に日本初で今東京の方で始まっておりまして、当然そこに来る生徒さんはみんなお医者さんだったり看護師さんだったりという、国家資格を持った医療従事者の方が、統合医療を学ぶ時代になってきました。で、中島先生なり、私は川島先生とか今いろんな先生方と一緒にやってますが、人が良くなるためのこと、この水素ボトルもそうですけど、これはもう立派な医療だと、うん、まあ、そこをこう紐解いて原因を突き詰めていって、まあ、最終的にはその人の生き方、考え方、生活習慣そのものを変えていけるような、もっと言えば病気になる前の予防医学的な見地からアドバイスできるような医療というものが必要な時代になったんじゃないかということが今言われております。あ、なるほどなるほど、なんかさ、分かりやすいご説明ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、確かにそうですよね、まあ、そこにねメンタルやどうこういろんなね要素が加わってくるところもあると思うんですけど、はい、どうしても世界中の常識として、はい、痛くなった辛くなったお医者さん、はい、まあ、お注射なのか薬、はい、この定番ね、これはやっぱり揺るぎないかもしれないけど、うん、防ぐこともできればね、やはりこういうそこそ統合的ないろんな見地から見て、ね、医療というものを、ね、考え方を発想していこうと、うん、素晴らしいですね。それを具体的に水素のご提案もされてるってことですか。もちろんそういう先生方がだから率先して、ね、やっぱりアンテナのいい先生方と言ったらいいんでしょうか、うんうんうん、いやこれはすごいねと言って使ってくださる。やっぱりそのポイントは何かというと血流が良くなる、うん、ここはやっぱりどの先生もね、補助さん。そうですね、まあ、ですから私は説明会でねいろいろ喋りますけど、ドクターの場合は血流見てもらうことしかしないです、うん、で先生の血流がバンって変わったのを見ていただいて、先生これどう思われますかって、そうすると1台ちょうだいって言われるんです頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 よくあるじゃないですか、説明会にっていうと一方的にねわーっとするだけじゃなくて
ね、テレビ画面モニターでご自身の、ね、血液、これお医者さんではやってないですもんね。そうですね、やっぱりしないですね。ね、あの数値でね、はい、結果こうでしたよ、うん、血圧こうでしたよ出てくるけれども、と思うと、あのこのドクター水素ボトルのね説明会の有意義さは、私もね体験があるんですけど、そうですよね、見てもらうと、はい、動き出しちゃうんですよね。だから吸う前、あの吸入をする前に、こうね血流の悪い、なんですかね。何指出してるかね、薬指です ね薬指でね見ていただいて、血流がああこんな感じですね、ところがカニューレってね、皆さんホースとかチューブとか言いますけども、お鼻に当てて普通に息してるだけでぐるぐるっと水素ガスがねこう回って血管を開いて、あれですよね、うん、医療関係の人にでもだいぶあれですか、中尾さん、あの浸透したイメージですか、東京あたりでは。いや、まだまだ浸透までは行ってないでしょうかね。ただ、心あるアンテナのいいお医者さん方っていうのは影響力があるんですね。やっぱり優しいし説得力があるし、もっと言えば患者さんのためを思って、まあ、医療をされているので、この方がどうやったら良くなるかということの元々の医療の知識にプラスアルファされて水素を使う、あるいは何か補完的なものを使うという先生が多いので、当然治るので人気のある先生になっていくと。なるほど。だこれからは病院を選ぶというよりは先生を選ぶ時代になっていくのじゃないかなと。でその先生が言うことというのは、多分お薬で飲めば治るという安易なものではもうなくて、もうあの人生をあの語られるというか、もうがんの方なんかも、なんでがんになったか分かりますかって、お医者さんがね、はい、うん、ご自分でそれはがんというものをね作られたから、原因は中に必ずあるんですよって、それを見つけていきましょうねってやって診療されるお医者さんもいるんですよ。当然そんな5分とかじゃないです、もう1時間2時間かけてその人の人生を紐解いていった時に、もしかしたらこれが原因かもしれないというのが、体のことじゃないことも、まあ、いわゆるストレス的なお子さんとのことや旦那さんとのこと、奥様のこと、いろいろあると思うんですけど、でもそこを気づけると意外とそこから変わっていく、改善していくっていうことがあるんですよね。また今週もあのテレビじゃないのが残念なぐらいの中尾さんといい表情がこう、なんでしょうね、こう水素ボトルにね、見せられた、はい、ね、この状況っていうのは、そういう素晴らしい先生方と一緒に人が治っていくこと、まあ良くなっていくことが本来の医療ですので、やはりこの病気はまず体の異常と、あの病気になると、体が悪くなったってみんな思うんですけれども、体に負担をかけたことによってそういう出てくる症状ということが圧倒的に多いわけで、悪いことが起きてるんじゃなくて気づきというか、体の中でメッセージがある、その道じゃないよと、そのまま行ったら体がね参ってしまいますよということで、多分あのメッセージが病気という形で出ているんだと思うんですね。だからレントゲンを取って胃に穴が開いてることだけを見て、そこだけをする 医療から、やはりその人の生活全般まで負担をかけすぎてるよと、ちょっとこの辺で生き方変えましょうねというところの医療に変わっていくと、そうするとそこにお家でできる最先端の医療としては、この水素ボトルが一番ずっと自宅でできることですので、はい、でこのラジオで今まで過去、再生不良性貧血の方、糖尿の方、それさまざまな症状の方が出て喋ってらっしゃいましたけど、同じ症状の人がその話を聞けば、その人たちの希望の光になると思うんですね。いやいや、中尾さんありがとうございます。素晴らしいご体験、もう講演会を本日ねありがとうございます。というわけでね、またぜひね次回お呼びしたいと思いますが、ドクター水素ボトルの補助さん、それからスペシャルゲストのね、はい、中尾君緑さん、今週はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。